こんにちは。今日から宮本照作、本を積んだ小舟より、深沢七郎、楢山節考を4回に分けて朗読します。では、第1回目をお送りします。どこか乾いて冷めているような、それでいて登場人物も読者をも突き放しているとは思えない不思議な文章によって書かれた楢山節考は、1956年、昭和31年に第1回中央公論新人賞の受賞作として発表された。私がこの稀有な傑作と巡り合ったのは、それよりも8年後で、私はその時17歳だった。何かの雑誌に三島由紀夫が楢山節考を絶賛している文章が載っていて、それで私も読んでみる気になったのだった。読み出してすぐに私は、どこがそんなにすごい小説なのか、と思い、何度も途中でやめようとさえした。けれども、小説の半ばあたりに至って、何かしんとした気持ちに襲われ、もうそうなると読み通すしかなくなってしまった。信州の山と山とが連なるどこかの小さな村に、おりんばあさんは住んでいる。今年69歳で、嫁に来たのは50年も前だが、亭主は20年前に死んだ。一人息子の新平と4人の孫とが一緒におりんばあさんと暮らしている。おりんは年が明けると70歳になり、村の掟として楢山へ行かねばならないのだが、彼女にとってそれよりも気がかりなのは、家父となった新平の後妻を見つけることだった。だが、後妻を探すといっても、山を一つ越えたところにある向こう村以外は、あまりにも離れすぎていて、他に対象となる村はない。ところが、向こう村から飛脚が来て、後家が一人できたことを知らせてくれる。その後家は新平と同じ45歳だとのことで、もう二人を会わせるまでもなく、再婚は決まったのと同然なのだった。一番の心配が片付くと、おりんばあさんにとっては、いよいよ来年の楢山へ行くことが問題となってくる。私は楢山へ行くということの意味が、この小説を読んでいて一向にわからなかった。塩屋のおとりさん、運が良い。山へ行く日には雪が降る。楢山へ行く日に雪が降れば、その人は運が良い人であると言い伝えられていた。塩屋にはおとりさんという人はいないのであるが、何代か前には実在した人であって、その人が山へ行く日に雪が降ったということは、運が良い人であるという代表人物で、歌になって伝えられているのである。この村では、雪など珍しいものではなかった。冬になれば村にも時々雪が降り、山の頂は冬は雪で白くなっているのだが、おとりさんという人は楢山へ到着した時に雪が降り出したのである。雪の中を行くのだったら運の悪いことであるが、おとりさんの場合は理想的だったのである。そしてこの歌はもっと別の意味をも含んでいたのである。それは、楢山へ行くには夏は行かないで、なるべく冬行くように暗示を与えているのであった。だから、楢山参りに行く人は、雪の降りそうな時を選んで行ったのである。雪が降り積もれば、行けない山であった。神の住んでいる楢山は、7つの谷と3つの池を越えていく遠いところにある山であった。おりんはずっと前から楢山参りに行く気構えをしていたのであった。行く時の振る舞い酒も準備しなければならないし、山へ行って座るむしろなどは3年も前から作っておいたのである。今日はここまでにいたします。宮本照作、本を積んだ小舟より、深沢七郎、楢山節考の
第1回目をお送りしました。ありがとうございました。